レディ・ブリケルは、ビルボード200チャートの4位に、ランクされた1988年のアルバム、星に、ワゴムをで広く知られる、アメリカのシンガーソングライター。ポール・サイモンと結婚している。ブリケルは、テキサス州ダラスのオーククリフで、ラリー・ジーン・リンデンとポール・エドワード・ブリケルの間に、生まれた。彼女は、姉のローラ・ストレインと一緒に育った。彼女は、ダラスの、 舞台芸術とビジュアルアートのためのブッカーティ・ワシントン高校に通い、その後、バンドに参加して、作曲に専念することを決心するまで、南メソジスト大学で学んだ。1985年に、ブリケルは、地元のフォークロックグループ、ニュー・ボヘミアンズに、高校時代の友達と一緒に一晩歌うため招待、された。そしてリードシンガーとして、バンドに参加することになった。 バンドがレコーディング契約を結んだ後、レーベルがグループ名をエディ・ブリケルニュー・ボヘミアンズへと変更した。彼らの1988年のデビューアルバム、星に、ワゴムをは、シングル、ホワット・アイアムを含む、重要かつ商業的に成功した作品となった。続くアルバム、ゴースト・オブ・アドックは、バンドの接中的な個性を強調し、 彼らの最初のレコードのポップな感性から離れようとする意図的な努力が見られた。1990年のアルバム Ghost of a Dog の後、バンドは散発的にギグを行い続け、2006年にはアルバム Stranger ン i n g s をリリースしている。2018年になりアメリカツアーの日程とともに最新アルバム Rocket を発表して再始動。2021年には アルバム、ハンターザ・ドック・スターをリリースした。ブリケルは、1989年の映画、7月4日に生まれてで、ホークシンガー役を担当した。彼女が歌うボブ・ディランの、激しい雨が降るは、映画のサウンドトラックに収録されている。彼女はまた、1990年の映画、フラッシュバックで、ルーリードの、ワイルドサイドを歩けのカバーバージョンを歌っている。 ソロアーティストとして、ブリケルは、アルバム、ピクチャー、パーフェクトモーニング、アルバム、ボルケーの、アルバム、エジエブリカルをリリースしている。ピクチャー・パーフェクトモーニング収録曲、グッド・タイムズのミュージックビデオは、マイクロソフト・ウィンドウズ95コンパニオン CD ロ m に収録された、マルチメディアサンプルの一部に含まれていた。1992年、管楽器アンサンブル、変わった。 キーボード、そしてロン・セクス・ミスとの楽曲を集め、ニューヨークやトロントで音楽プロデューサーのボブ・ワイズマンと組んで仕事したものの、それらの曲はレコード会社によって拒絶され、未発表のままとなっている。2008年には、ポール・サイモンの息子であるハーパー・サイモンと、ザ・ヘビー・サークルズ名義で同名アルバムを発表している。2010年、ドラムのスティーブ・ガッド、リードボーカルとギターのエディ・ブリケル。 ベースとギターのアンディ・フェア・ウェザー・ロー、ベースとギターのピノ・パラディーノからなる新しいバンド、ザ・ゴット・アバウトの創設メンバーとなった。アルバム、ザ・ゴット・アバウトでは、ダン・ブロック、ロニー・キューバー、ジョでイ・デ・フランセスコ、ギル・ゴールド・スタイン、そしてマーカス・ロハスをフィーチャーしている。2011年、ブリケルは、テイマー・ハルパン監督の映画、ジェレミー・フィンク・アンド・ミーニング・オブ・ライフのタイトルトラック、 ザ・ミーニング・オブ・ライフを書いた。2012年にもアルバム Look Out Now を発表している。アルバム Love Has Come For You が2013年4月23日にリリースされた。このアルバムは俳優にして盤ー奏者としても知られるスティーブ・マーティンとのコラボレーションであった。2013年4月に作品を宣伝して演奏するために二人ともザビューや デートショーウィズ、デイビッド・レターマンなどのトークショーに出演した。2013年5月から彼女は北アメリカ各地でスティーブ・マーティンとスティップ・キャニオン・レンジャーズと一緒にツアーを行った。2016年ブリケルとマーティンの二人で音楽、歌詞、物語を書いたミュージカルブライトスターがブロードウェイのコートシアターで始まった。2017年ブリケルとマーティンは ベルナール・マクマンの監督による受賞歴のあるドキュメンタリー映画ザ・アメリカン・エピック・セッションズに出演。彼らは1920年代に作られた最初の電気録音システムを活かしてザ・ COCOO バードという伝統的なイギリスのフォークソングを録音した。これはサウンドトラックミュージック・フロム・ザ・アメリカン・エピック・セッションズに収録されている。ブリケルは 1992年5月30日にシンガーソングライターのポール・サイモンと結婚した。ブリケルは1988年11月5日に NBC のサタデー・ナイト・ライブで演奏していた時、サイモンがカメラマンの前に立っているのに気づいた。クラブで何百回も演奏してきた曲をパフォーマンスしていたのに彼を見てしまったら曲の動きも何も忘れてしまったの。 私たちは子供たちにその時のテープを見せることができるわ。そして言うの。これが初めてお互いに目と目を合わせた時だって。ブリケルとサイモンには、エイドリアン、ルル、ガブリエルという三人の子供がいる。2014年4月、二人は国内における治安便乱行為の容疑で逮捕されたが、いかなる結果も出されずに裁判所により釈放された。ありがとうございます。